はい、ということで皆さんこんにちは、サッカーシューでございました。本日はですね、1月の29日ということで、ちょっと久々のですね、外に繰り出す動画となっているわけなんですけれども、割と1月はですね、リリースが少なくてですね、特に並び動画というものは結構撮るのは大変なようなですね、月だったわけなんでございますけれども、今日はおそらく1月ラストか、それに近いぐらいのリリースなんでございますが、とあるスニーカーがリリースされるということでですね、私は今、抽選会場に向かっているわけなんですけれども、今日発売されるスニーカーはですね、2種類ございまして、まず1つ目がですね、ナイキのダンクローですね。で、こちらはシンプルファミリアというですね、シリーズ、メキシコのですね、死者の日をですね、記念というか表現したですね、一足なんですけれど、これ本当はね、多分出る時期違うんですよね。もうすでにフォースワンとか AJ1 ミッドとかのシンプルファミリアシリーズはですね、もう出てて、で、ダンクだけちょっと遅れて、他のモデルはね、もう去年のハロウィンぐらいに出てるんですけど、まあちょっといろいろ生産の都合なのかな、なんていうふうには思っておりますが、まあちょっとね、遅れて出てきたダンクが、ちょっとトカゲっぽいような、面白いギミックが入ったようなですね、一足なんで、非常に興味あるんですが、その一足と、あともう一つはですね、エアージョーダン4のレッドサンダーでございますね。こちらも非常に熱い一足ということで、去年ね、ライトニングが発売されましたけれども、それと対をなすようなですね、カラーリングにサンダーというですね、AJ4 のカラーがあるんですけど、それの赤バージョンと。ということでカラーリング的にはちょっとねブレット的な印象を受けるようなですね一足なんでございますけれども、まあ、この2足がですね今日発売ということでチャレンジしていきたいなというふうに思っているんですが、今日はとりあえずですね恒例のアトモス横浜での並びをやっていこうかなと。まあ、今日のダンクが果たしてどんくらい並んでるのか分かんないですけど、またなんかねダンクの人気がまたこうグッと上がってきたようなイメージがありますので、まあ、年始のペイズリーダンクの並びから見てもそうですけど、もう本当ね最近予測が効かないんですが、ちょっとね今日のドレスコードも厳しめになっておりましたので、まあ、そこら辺で並びの人数がどんくらい変わってくるのかなというところも見ながら、今日はですねテント抽選行っていきたいなというふうに思っております。とりあえずちょっとね時間がスーパーギリギリなんで、まずはちょっとねお店に急ぎたいと思います。ということで無事横浜駅に着いたんですけど、やばい、時間がマジギリギリになっちゃった。集合時間今5分前4分前ぐらいなんで、ちょっと急ぎつつ行きたいなと思いますけど、今スニーカーズ見てたらやっぱどっちも売り切れになってましたね。 AJ4 ライトニングが結構ね僕もスニーカーズで買えたんですけど、残ったりするんかなと思ったらそんなこと全然なかったですね。ということで今日はどんぐらい並んでんのかなということで調査していこうかなという次第なんですが、どうかな。いらっしゃいますね、何人かね。並んでいきましょう。ということでですね、今横浜店の方で抽選をしてきたわけなんですけれども、相変わらずの外れですね。12番まで当たりで13番だったかな。で僕並んだの22とかで最後尾だったんですよ。でね今日思ったわ、最後尾に並ぶのはやめようっていうのはですね、もうね結果わかるじゃないですか。当たり券っていうのをスタッフさんが持ってて、12番まで当たりだったら12番までの番号を持ってるわけなんですけど、それがねあるかないかでも結果わかっちゃうし、もう僕が引く時にスタッフさん手後ろにしてくださってたんで隠しててくれたからワクワクはできたんですけど、あれはちょっと心臓に悪いので最後尾に並ぶんはやめようかなというふうに思った次第なんでございますけれども、とりあえずですね朝岡の動画恒例のですね仕事旅ということでですね、悔しいのでこちら、はい、銀座にやってまいりました。ちょっとね今日はねはしご旅ということで横浜と銀座のダブルチャレンジをですね今日していこうかなと思うんですが、まだ銀座今着いたんですけど人は並んでないですね。さあ第2回戦勝利となるのかということでチャレンジしていきたいなというふうに思います。
さあということで今くじを引いてきたわけですが、9番ということでかなりまた絶妙なラインを引いてしまいましたけれども、果たして残っているのか、ちょっと俺もねまだわかんないんですけど、ちょっとねダンクもレッドサンダーもまあどっちでも、まあレッドサンダーも欲しいかなって感じなんで、ちょっと並んでみて残りを選んでいきたいなというふうに思います。なんかね当たりというか順番決めっぽかったかな、26人ぐらい並んでて、多分それぐらいはレッドサンダーとダンク合わせてあるよってことだと思うんで、順番決めって感じですが、果たして9番で何が変えるのか楽しみにしていただければと思っております。さあということで今銀座店の方にですね9番で当たりまして行ってきたんですけど、はいということでですね、なんと9番で僕の前菜は何もなかったですね。確かダンクが 26.5 でレッドサンダーの方は 27.5。 いやーちょっとね結構皆さん上の方から買ってたのかなという感じで、なんかレッドサンダーの方が残りそうな気はしてたんですけど、僕 28.5 年で AJF 入らないんで、まあ、ちょっと厳しいなということでですね、でも実物を拝見したところですね、僕はあのダンクよりもレッドサンダーの方がめちゃくちゃ欲しくなっちゃいましてですね、かっこいいわあれは。もうてっきり僕はレッドサンダーの方は一般でも残るんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、ちょっと全然ダメだったわけなんですが、ちょっと悔しいのでまだ旅は続こうかなと、まだ一般でねもしかしたらあるかもしれないので最後のあがきをしようかなというふうに思います。トータル26人ぐらいでしたかね、銀座の並び具合は。もう9番目で8以上は何もなかったですね。いやレッドサンダー欲しいな。ということで私こちらもう一度横浜に戻ってまいりましてですね、横浜店はですね12番まで当たりっていう感じだったんですよ。で多分あれダンクだけなんじゃないかなというふうに思うので、レッドサンダーの方は一般でもあるんじゃないかというですね淡い期待を抱きながらお店の方に向かってる次第なんですけれども、果たしてあるのかちょっと行ってみましょう。ということでですね、今日のメシテロなんでございますけれども、横浜の新スポットニューマンというですね商業施設が新しくできたんですけど、そこに入ってるねおしゃれなこのお店に行こうかなということで来たんですが、それがこちらでございます。こちらのお蕎麦屋さんをね今日はスゴーというお店ですけど行ってみたいと思います。ビール片手に乾杯、はいどんということで来ました。今日はですねこの担々そば、ちょっと創作的な感じですけど冷たいねおそばなんですけれども、この混ぜそば的な感じをいただこうかなということで、めちゃくちゃうまそうです。いただきます。さあということでお家に帰ってまいりましてですね、いやースオーさん美味しかったですね。僕初めてニューマンでお伺いしたですねお蕎麦屋さんだったんですけれども、非常に大人な味付けだったんで、横浜に来た際はぜひ行ってみてください。さあそしてそのアトモス横浜でのリベンジの結果ですが、ありませんでしたということで、はぁ惜しかった。まあちょっと銀座店でね僕のサイズがなかった状態だったんで、まあもしかしたら横浜店で外れたけど一般で並んどいたらあったかな。いやでもちょっと今日の狙いが皆さんがダンクだったのかエイジフォーだったのかっていうのがちょっとねはっきり僕もわからないところがあったので、まあ一概に横浜残っといた方が良かったとは思わないんですけど、まあもしかしたら横浜の方がチャンスは広がってたのかもしれないなと
いうようなですね気がしましたね。でね、銀座の方でももっぱらみんなダンク買ってくのかなと思って見てたら、結構 AJ4 目当ての方も多くて、なんかそこら辺も結構意外な結果ということでですね、まあ、ちょっと残念な結果でありましたけれども、中国でまあ久々のね、外ロケというかまあ抽選でしたけれども、2月はどうなんでしょうかね。まあ AJ1 のダークマリーナとかも出ますんで、まあそれなりに並び動画も出るんじゃないかなというふうに思いますが、2月からはねちょっと新しい企画なんかもね始まっていきますんで、そこら辺もぜひ楽しんでいただければなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったよと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie. じゃねー。